降雪速報をお送りします。本日24日日曜日のクリスマスイブと明日25日月曜日のクリスマス、ホワイトクリスマスが期待できそうなのは北は北海道から西日本の中国地方のあたりまで、九州地方はホワイトクリスマスにはならなそうな予報となっておりまして、降雪雪が降る範囲は極めて限定的であるというのが最新情報になります。本日24日クリスマスイブの午後3時までの積雪の深さをプロットした画像がこちらになります。日本海側を中心に北海道から東北地方、北陸地方、さらには近畿地方の北部に至るまで、中国地方の沿岸部ですね、山陰地方までがですね、今後の雪、積雪の深さが徐々に増していく予報となっております。防災事項の欄ですね、27日から28日頃は北日本を中心に冬型の気圧配置となるために荒れた天気となるところがある。また明日25日クリスマスの朝9時になりますとですね、九州地方の北部、さらに中国地方の一部をすっぽりと包み込むマイナス6度の寒気、上空1500メートル付近の寒気が南下をしてくるのはお分かりいただけますでしょうか。明日25日の夜9時、引き続き平地でも雪を降らす目安とされる上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気が九州地方北部、四国地方の瀬戸内海側と中国地方のほぼ全域、近畿地方の北部の一部を含む、北海道と東北地方、北日本のですね、東北3県をすっぽりと包み込む寒気予想となっております。そして同時刻、北海道の上空5000メートル付近マイナス36度、大雪となる目安の気温なんですけれども、北海道全域、そして津軽海峡を渡って青森県の北部を包み込んでいるのがお分かりいただけようかと存じます。で、30日土曜日の午前2時の予報、この日本海側にですね、中心気圧1009ヘクトパスカルの低気圧が現れ始めております。この低気圧の動きがどうなるか、ちょっとご注目をいただきたいんですが、東寄りへ移動していきまして、北海道の北側、サハリンと北海道の中間のあたりをですね、東北東の方角へ抜けていきまして、かなり発達した状態で雪雲を引き連れながらですね、通過をしていくというような予報が発表されております。この爆弾低気圧級のですね、低気圧の通過に伴って、やはり北日本エリアでは降雪に注意が必要であると、年末年始ですね、ご注意をいただきたいと思います。そして年末の31日からですね、来年2024年の1月1日、元旦から2日にかけてはですね、日本海側から太平洋側へ結構大きい低気圧が通過をしていきます。かなり発達した低気圧になりますので、爆弾低気圧になる可能性もなきにしにもあらずというところでありましょうか。年末年始ですね、29日頃から30日、31日、1日、2日にかけて、こちらの低気圧ですね、十分に警戒を強めて、最新情報をこまめにチェックをし続けていただければと思います。降雪速報。降雪速報の時間がやってまいりました。2023年12月の24日、日曜日、クリスマスイブの朝、9時42分57秒現在のこれからの降雪および積雪の深さ並びにクリスマス寒波の南下に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。まずは気象庁によります週間天気予報からご覧いただきましょう。本日24日日曜日のクリスマスイブ、西日本エリア、中国地方の広島県北部、曇りのち雪の予報が発表されております。青色でプロットされております傘マークのついている島根県西部も曇りのち雨か雪、島根県東部、こちらも曇りのち雨か雪、山口県北部、曇りのち雨か雪、山口県中部、曇りのち雨か雪、山口県東部、曇りのち雨か雪、山口県西部、曇りのち雨か雪、九州地方、降雪の予報は今のところ発表されておりません。今後気象庁の天気予報更新されれば予報が変わるかもしれませんが、九州地方は降雪の予報はございません。福井県、
曇り時々雨か雪。石川県、曇り時々雨か雪。富山県、曇りのち雨か雪。新潟県、雨時々止む。佐渡、雨時々止む。新潟県は降雪の予報は発表されておりません。東北地方に入ります。山形県、曇りのち雪。秋田県、雪時々止む。岩手県、曇りのち雪。青森県、曇り時々雪。北海道地方、空知地方、雪のち曇り。留萌地方、曇り時々雪。宗谷地方、曇りのち一時雪の予報が発表されております。各地で大雪が発生しました。昨日23日なんですけれども、北海道地方では24時間で、観測史上最多となる73センチの降雪を記録したのが北海道の岩見沢市となっております。明日25日の月曜日の天気予報、ホワイトクリスマスとなりそうなのが、西日本エリアでは中国地方ですね、島根県、曇り一時雪か雨。広島県北部、曇り一時雪。鳥取県中西部、曇り一時雪か雨。傘マークがついております。兵庫県北部、曇りのち雨か雪。京都府北部、曇りのち雨か雪。北陸地方に入ります。福井県嶺南、曇りのち雨か雪。滋賀県北部、曇りのち雨か雪。福井県嶺北、雨時々止む。石川県加賀、雨時々止む。富山県西部、曇り時々雨か雪。富山県東部、曇り時々雨か雪。岐阜県北部、飛騨地方、曇りのち一時雪。石川県能登、雨か雪。新潟県上越、曇り時々雨か雪。新潟県中越、曇り時々雨か雪。と、新潟県の下越、雨時々止む。新潟県佐渡、雨時々止む。東北地方、福島県会津、曇り時々雪。山形県沖玉、曇り時々雪。山形県村山、曇り時々雪。山形県最上、雪時々止む。山形県庄内、雨時々止む。岩手県、曇りのち一時雪。秋田県、曇り時々雪か雨。青森県、曇り時々雪。北海道地方の渡島地方、曇りのち一時雪。檜山地方、曇りのち一時雪。後志地方、曇りのち一時雪。留萌地方、曇り時々雪。宗谷地方、曇り時々雪となっております。やはりホワイトクリスマスがですね、期待できそうなのは24日25日ともにですね、日本海側中心に北日本は北海道から西日本は中国地方のあたりまで、それもですね、一部の限定された地域になります。ただし大雪には引き続き警戒が必要となります。26日の火曜日、北海道の日本海側、それと津軽海峡側ですね、東北地方、青森県、秋田県、岩手県は内陸、そして、山形県は全域、福島県の内陸、会津地方で降雪の予報が発表されております。新潟、曇り時々雨か雪となっておりまして、青色でプロットされております、傘マークがついておりますが、降雪の予報が発表されております。西日本エリアはおおむね、曇りか晴れとなっておりまして、太平洋側では関東地方から九州地方のあたりまではおおむね、晴れ間の広がる予報となっております。27日の水曜日、北海道の日本海側、東北地方、そして北陸地方に至るまで、降雪の予報が発表されております。新潟、傘マークがついておりますが、曇り一時雨か雪の予報。気象庁によります週間天気予報の解説資料を読み上げます。本日12月24日朝10時に発表された最新情報なんですけれども、防災事項の欄ですね、27日から28日頃は北日本を中心に冬型の気圧配置となるために荒れた天気となるところがある。30日頃から31日頃は気温が平年よりかなり高くなるところが多くなる。積雪の多い地域では雪崩に注意との記載がございます。気象庁によります早期天候情報を見ましてもですね、12月27日から1月4日、来年2024年の1月4日までの平均気温の予想が発表されているんですが、いずれも平年に比べて高温であるということから、融雪による雪崩に注意、ということになります。特にですね、大雪が降った地域ではまだ雪が溶けておらず残っているため、雪崩に警戒が要するということになります。なお、降雪量に関する早期天候情報の発表ありませんということですね。28日の木曜日、降雪の範囲は狭まります。北海道の日本海側、さらに青森県の日本海側と秋田県で降雪の予報が発表されております。
札幌曇り一時雪、旭川曇り一時雪。29日の金曜日、降雪のエリアは北海道の日本海側のみとなっております。札幌曇り一時雪か雨、旭川曇り一時雪。本州付近ほとんどエリアで晴れ間の広がり予報。北日本から北陸地方にかけては曇りの予報となっております。30日の土曜日、北海道の日本海側で降雪の予報が発表されております。札幌曇り一時雪、旭川曇り一時雪。青色でプロットされております青森県、曇り一時雨か雪の予報が発表されております。そして秋田県、こちらも曇り一時雨か雪の予報が発表されております。本日24日クリスマスイブの午後3時までの積雪の深さをプロットした画像がこちらになります。日本海側を中心に北海道から東北地方、北陸地方、さらには近畿地方の北部に至るまで、中国地方の沿岸部ですね、山陰地方までがですね、今後の雪、積雪の深さが徐々に増していく予報となっております。特にですね、中国地方の山間部、50センチから1メートルの積雪が予報されております。そして北陸地方もですね、ところによっては山間部で1メートル50センチから2メートルもの積雪の深さを予想しているエリアもあります。赤色がですね、1メートル50センチから2メートルの積雪の深さを表しているんですが、やはり日本海側を中心に広範囲で徐々に積雪の深さが増していく予報となっております。そしてポイントとなるのは北海道の留萌地方ですね。2メートル以上の積雪の深さが予報されております。この小豆色のエリアですね、日本海側に面した沿岸部ということになります。気象庁の天気図をご覧いただきましょう。12月24日本日クリスマスイブ夜9時の予想なんですけれども、日本列島の近海周辺は低気圧が取り囲んでおります。そして太平洋側に高気圧、中国大陸にも高気圧がありますので、西高東低の冬型の気圧配置は緩んでいく予報であるというのがお分かりいただけようかと存じます。明日25日夜9時の予想になりますと、また低気圧がですね、日本列島の東の海上に集まり出して、また低気圧、中国大陸にも低気圧がありますので、やはり冬型の気圧配置が崩れているのがお分かりいただけようかと存じます。この冬型の気圧配置の緩みによってですね、強烈な寒気も緩むというようなことが考えられます。それでは週間寒気予想もご覧いただきたいと思います。平地でも雪を降らす目安とされる上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気、マイナス6度の寒気はですね、徐々に、北上していきます。本日24日夜9時の予想では、北海道地方全域と青森県と秋田県の一部、さらに岩手県の一部のみをですね、覆い隠すような北上して範囲が狭まっているのがお分かりいただけますでしょうか。大雪を降らす目安とされる上空5000メートル付近マイナス36度の寒気、北海道地方と青森県の一部を覆い隠しているのがお分かりいただけようかと存じます。また明日25日クリスマスの朝9時になりますとですね、九州地方の北部、さらに中国地方の一部をすっぽりと包み込むマイナス6度の寒気、上空1500メートル付近の寒気が南下をしてくるのはお分かりいただけますでしょうか。明日25日の夜9時、引き続き平地でも雪を降らす目安とされる上空1500メートル付近のマイナス6度の寒気が九州地方北部、四国地方の瀬戸内海側と中国地方のほぼ全域、近畿地方の北部の一部を含む、北海道と東北地方、北日本のですね、東北3県をすっぽりと包み込む寒気予想となっております。そして同時刻、北海道の上空5000メートル付近マイナス36度、大雪となる目安の気温なんですけれども、北海道全域、そして津軽海峡を渡って青森県の北部を包み込んでいるのがお分かりいただけようかと存じます。26日以降ですね、徐々にこの寒気北上して上がっていきます。日本列島から遠ざかっていく予報になっております。週間寒気予想になります。
ウィンディーによります。世界最高クラスの予報精度を持つと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースとします。ヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります天気予報を降雪の移り変わりご覧いただきたいと思います。やはりホワイトクリスマスとなりそうなのが日本海側を中心に北海道から中国地方のあたりまで、というのが24日と25日の予想となっております。そして年末の31日からですね、来年2024年の1月1日、元旦から2日にかけてはですね、日本海側から太平洋側へ、結構大きい低気圧が通過をしていきます。続きまして、アメリカ海洋大気庁 NOAA が提供するアメリカ国立環境予測センター NCEP 全球数値予報システムの大気循環の気象モデルグローバルフォーキャストシステム GFS モードによります天気予報を降雪の移り変わりをご覧いただきたいと思います。ホワイトクリスマスとなりそうなエリア、25日のですね、午前2時の予報、九州地方でも降雪のエリアが予報されております。それと中国地方の一部、四国地方の一部、それと中国地方の一部ですね、この辺りで、降雪の予報が発表されております。さらに、北陸地方、東北地方でも日本海側を中心に、所々に降雪の予報が発表されております。で、30日土曜日の午前2時の予報、この日本海側にですね、中心気圧1009ヘクトパスカルの低気圧が現れ始めております。この低気圧の動きがどうなるかちょっとご注目をいただきたいんですが、東寄りへ移動していきまして、北海道の北側、サハリンと北海道の中間のあたりをですね、東北東の方角へ抜けていきまして、かなり発達した状態で雪雲を引き連れながらですね、通過をしていくというような予報が発表されております。この爆弾低気圧級のですね、低気圧の通過に伴って、やはり北日本エリアでは降雪に注意が必要であると、年末年始ですね、ご注意をいただきたいと思います。続きまして、ドイツ気象局、ドイチャーウェーターディンツの気象モデルをベースします。アイコンモードでもご覧いただきましょう。黄緑色が雪混じりの雨を表しております。それではまとめに入りましょう。本日24日日曜日のクリスマスイブと明日25日月曜日のクリスマス、ホワイトクリスマスが期待できそうなのは北は北海道から西日本の中国地方のあたりまで、九州地方はホワイトクリスマスにはならなそうな予報となっておりまして、それもですね、降雪雪が降る範囲は極めて限定的であるというのが最新情報になります。この後寒気はですね、徐々に上がっていきまして、降雪のエリア狭まってはいくんですけれども、やはり年末年始ですね、28日頃から爆弾低気圧レベルの等圧線がですね、東寄りへ進んでいくに従って、この雪雲を引き連れていきますので、これですね、十分な注意が必要になるということになります。かなり発達した低気圧になりますので、爆弾低気圧になる可能性もなきにしにもあらずというところでありましょうか。年末年始ですね、29日頃から30日31日、1日2日にかけて、こちらの低気圧ですね、十分に警戒を強めて最新情報をこまめにチェックをし続けていただければと思います。私からは以上となります。引き続き平地でも雪を降る、曇り、新潟、雨時々、失礼しました。